幕末の長岡藩家老河合継之助を主人公にした映画が来月公開されるのを前に、昨日長岡市で試写会が開かれました。映画陶芸最後の侍は司馬太郎の小説を原作に、戊辰戦争の中戦のない世の中を願った河合継之助の姿を描いた作品です。主役は役所広司さんが務めています。昨日長岡市の映画館では試写会が開かれ、小泉隆監督がステージに立ちました。この映画についてはその本当に地元の協力というか、それが非常に大きくって、新潟県にずっとロケハンして本当に素晴らしい場所に出会えたってことは、この映画を大きくしてくれたんじゃないかと思ってます。長岡市では映画の公開に合わせて企画展やキャンペーンが行われる予定です。